矢が的に当たったようなロゴが出てきて成功しましたと1度ずれてますとか2度ずれてますとかねこんにちはスミヤです今日はドドワーーフ3の赤道着モードについてです昨日ねこの赤道儀モードで撮影が成功しました M45 プレアデス星団スバルをね 撮影してみたんですが経意大モードで出てくるような隅っこのね三角のノイズがほぼなくなりましたね素晴らしい機能です昨日はねドワーフ3とシースターで同時にライブ配信をしていましたシースターではね螺旋星雲を映していました高度は低いんですけれどもシースターでね 彩度を上げたりとか明るさ上げたりとかすると、非常に綺麗に撮れましたね。螺旋星雲をシースターで撮ったの、実は初めてだったんですが、なかなかね、いい感じで撮れてましたね。えそしてその隣にドワーフ3のスバルを並べてね、2画面で配信しました。まあ、それ以前にもね、土星を映したりとか、それからシャープスターでアンドロメダ銀河を映したりとかね、 色々やってたんですが最後はねこのシースターの螺旋星雲とドワーフ3のスバルが綺麗に並んでね配信できたので良かったかなと思います昨日のライブを是非ねご覧くださいドワーフ3を赤道儀モードにする方法なんですけれどもまずねドワーフ3を斜めにしなきゃいけないんですねで今 北極星に向かって北緯三十五度ちょっとですから。その北緯三十五度ぐらいのね。高さに合わせてあります。で、何を使ったかというと、実はね。ビクセンのポラリエのね。ここの上のところに差し込めるようになってるんですね。はい。で、こういう風にして、ここに目盛りがあるので、三十五とか六に合わせて。置くと水平にしたときに、ちょうどね。 ポラリエが北極星の方を向いてくれると。しかもね、水準器だけではなくてコンパスもついてますから、北極星が見えなくてもね、だいたい水平と北極星の方角がわかるようになっている代物です。このポラリエをここにつけてね、水平を合わせるとか、35度合わせるっていう方法もあるんですが、それめんどくさいので、まあ、こういうふうにね、 まあ、手動で合わせてだいたいこれを緩めてね北極星の方向に合わせればいいかなという感じですポラリエ別に買わなくてもね水平の目盛りがついた水準器があればいいんですけどもこのスリックのね三脚にはここにねちょうど角度目盛りがあって今0度になってますが30609090度まで角度が変えられますねこっちにもついてますね こういうい角度目盛りのついた三脚で35度をね合わせるっていう方法もあるんですがこれにはねその角度目盛りがついてないのでこれをね使ってました。でどうやって使ったかというとこの上にね角度目盛り系を乗せて水準器が上についているのでその水準器で水平を合わせるということをやるわけですね。で、北極星の位置はね。 こう覗くとこの端っこの辺りで北極星が見えるところを選べばいいのでこのドワーク3の端っこをね一つの基準にして北極星の大体方角を合わせるといいかなという感じですまあこういうふうにしてねドワーク3を設定をしておくんですけれどもその前にねカメラを水平にしてないと北極星の方に合わせられないので 真上を向いたところで、ここに水準器を置いてですね。本当はこれまっすぐするんですけれども、今直すとね。また北極星の位置ずれちゃうのでやりたくないんですが、この上に水準器を置いて。水平出しをしてからで、その水平出しをすると、このカメラのレンズが一番上を向くんですね。上を向いた時にここにシールを貼ってあります。マスキングテープを貼って。 真ん中をカッターで切ってね、回した時にずれるようにしてあります。そういう風にして、北極星の方向にカメラがちゃんと向いてくれるようにセッティングをするといいかなという感じです。で、私が勘違いしていたのは、ここにドワーフラボっていうね、ロゴがあるんですけれども、これをね、こっち側にするとね、失敗します。 ここにポッチが2つありますね。はい。ポッチが2つあって、ここで合わせられるようになってるんですが、これをね、上を向けて、ドアフラボのロゴがあるところは、下を向けると。ロゴがあるところは、下を向けると。いう形でね。そして、レンズを、さっきのマスキングテープで合わせた、北極星の方に向かって、合うようにしておけば、 合わせやすいですね。はい。え、そして、やってみようか。電源入れよう。はい、つながりましたね。え、そして今昼間なので動くかどうかわかりませんが、一応やってみようか。はい。アストロにして、 そして EQ モードっていうところを押しますね。これちょっとこっちにしとくか。はい。EQ モードの設定の画面に行きます。キャリブレーションフェイルド。 そっか。北極星が見えないからキャリブレーションができないって怒られてますね。はい。じゃあキャリブレーションやってみましょう。はい。キャリブレーションで勝手に動いてますね。はい。こんな感じで動いてます。もちろん星が見えてないのでキャリブレーションはうまくいかないと思うんですが、 ファーストキャリブレーション。セカンドキャリブレーション。サードキャリブレーション。星見えないけど、頑張ってやってますね。フォーキャリブレーション。ファイブキャリブレーション。星見えないよ。シックスキャリブレーション。 7キャリブレーション。8キャリブレーション。全然ダメだね、これ。キャリブレーションフェイルドになりましたが、とりあえずね、こんな感じで赤道儀モードを設定をして、そして、成功するとね、なんか矢が的に当たったようなロゴが出てきて、成功しましたと。 度度ずずれれれてててままますすす。ととか、2度ずれてますとかね、そういうい表記もしてくれます、はい、で今は昼間なのでその表記はね残念ながら出てこないんですが昨日夜やったスマホの、ね、画面を録画してありますのでそれで見てくださいはいこんな形で赤道儀モードが使えますそれからね赤道儀モードだけではなくてダークファイルも昨日撮ってみました ワイドレンズ、広角レンズでオリオン座を撮ったんですけれども、昨日もで。その時にはね、ダークノイズを消した形でね、撮ってみました。これの撮り方もね、紹介したいと思います。広角レンズで星座を撮るとき、あるいは天の川を撮るときには、露出時間を60秒にして、ゲインを10にするといいということなので、その60秒のゲイン10の ダークフレームを撮影しました。ドワンフ3には最初からね、ダークファイルはいくつか保存されているんですけれども、3つぐらい入ってるんですが、15秒でゲインが60とかね、そういう風になってますので、アップデートで最初からそれが入ってくれるような気がしますが、今のところ入ってないので、自分で撮影をしてみました。昨日はオリオン座のほぼ 中央にある三つ星のすぐ下にあるね馬頭星雲を中心に置いてオリオン座を撮ってみましたそうしたらねオリオン座の全景が非常に綺麗に入りましたねなんと上下が逆になってるんですね赤道儀モードで撮るとねなぜか上下が逆になるってなんでかよくわかりませんがまあ、後でね写真を180度ひっくり返せばねいいだけなので特に一生はないんですけれども これからまたアップデートで治ってくるかもしれませんね本日の動画は以上ですご視聴ありがとうございましたさようならえいえいとえいと